YouTube チャンネルです。今日はわっこの実家でトラコン2022のトラ選びにうちの母がこっち向けなくちゃ、ちーちゃんって言います。これが、うん、わっこさんが、あ、そんな視聴者を気にしなくて別に、うん、そっち向けるのね、うん、じゃあ全員こっち向いて、はい、こんな感じで、うん、こちらの白い方がトラベース300円、うんね、これをお買い求めいただいて、はい、どうするのしーちゃん。あの彩色して、彩色して、うん、ニスを塗ってニスとか別に決まりはないのよ。あ、そうなの。なんか朝日屋さんだってさ、ほら、これ彩色っていうかさ貼ってるじゃん。ニス塗ってある、これ。え、まだ でこっちはまだこの後説明、はい。私ね、牛コンの時に華奢なの作ったら耳が取れちゃったのね。あ、そしたらあのご相談くださいね、うん、そういう修正しますから、ね、丸っこいのがいいかなと思ってさっきから見てんだけど、うん、ちょっと待って、この子の説明をし終えるよ、うんうん、だからこれに絵付けをしてもいいし、はいはい、なんか貼ってもいいし、貼ってもいいの、貼ってもいいの。朝日屋さんなんてね、なんかの時ね、そう、切って貼っちゃってたでしょ。シャカシャカすごいね。そう、光るんだもん。どう、あ、光るシャカシャカは別の話してるのか、これね、うんうん、シャカシャカでしょ、あれはね。そうね、ネギシャカ。今回はトラコンテスト、ね、すごい、うん、まさかトラまであると思わなかったね。喋ってんのに、はい、トラを2月2022年2022年の2月末日までに、うん、まあ、とにかくこれをなんとかして、はい、あなたの好きなように仕上げて SNS にハッシュタグトラコン2022をつけて投稿、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム。私わかんないか、若ちゃんのに送るからね。そうでもいいです。わかんない方はもう私とつながってる方が多いと思うので、なんかこう写真を送るなり、ね、もう本当に分かんないって方は現物持ってきてください。それがいいね。でも去年さ、今年か、現物を私にポンって渡してくれた方が優勝しましたからね。あの方ね、ゆうこちゃん、優しい方ね。そうそうそう、見ましたよ。だからあまりとらわれずに、とらわれずにとらだけに長いね、もういいね。お母さん選んでみる。お母さんのせいで長くなるんじゃん。お母さんに結構喋らせないんだよ。喋、うん、って何かとか喋っとるがな。お母さん短く、あ、じゃあいい、お母さんと何好きなこと喋んなよ、全国の方に。ねえ、来年はもう寅年だから、あれ、寅年の人誰だったかな、誰か いたんだけどね、忘れちゃったけどね。じゃあ岡田さん、岡田さん、あの朝日屋の聞いた、それ ね。またありきっていいの作ってくるよ。いいの、まあまあ、じゃあ私このだいたい想像できますけどね、朝日屋さんのこの子、この子とこの子。あ、もう決まるの。うん、あの耳がしっかりしてるから。あ、本当。じゃあこれ、あ、じゃあしーちゃんもトラコン参戦決定。2月末までにじゃあ仕上げていただいて。忙しいからなかなかしないんだけどね。あ、いいのいいの、ね、あの多分ね、これを300円でお買い求めいただいて、できなかったできなかったで、別に白いままでも可愛いなでいいと思います。締め切りの前日にやったから、ね、そうそう、全然全然、その、 あの縛りはないので、はい、はい、じゃあこれありがとうございます。両方で600円でいいのかな。そうね、でこっちの説明もちょっとしてもいい。どうぞ、はい、今度、はい、かっこさんの説明に入ります。どうぞ。こっちはトラコンとかちょっともう面倒だわ、私は出来上がってるのが欲しいわっていう方は、それでもいいのね。そう、それでもいいっていうか、まあそう、それも売ってるよっていうね、話なんですけど、わっこのトラ、これは正式名称は、じゃあネギショって幸せを運んでくるわっこのトラ、うん、あら、いい名前、500円ね。ね、赤ちゃん忘れるよね。これは3本の矢というお話もありますけれども、なんだっけ、3本の矢だよね、普通。そうそうそう、まあ私ネギ食いんだから、ネギをね、もう3人寄ればこう協力すれば何でもできるわよっていうね。文字の知恵だよね。そうだね、これはネギだけどね、っていうことと、あと招き猫の形をしてるので、左手を上げてるトラさんは人脈です、だそうですね、人のこう寄せる運
で、右手を上げてる虎さんはなんか金運だそうなんですけれども、金運のことはほら黄色って金運がいいって。右手上げてる方がいいじゃん、そうしたら。だから黄色が金運を上げるのにこの子は願いを込めました。虎の黄色で金運です。で、よく見るとちょっと金で塗りも入ってます。で、この縛っているこの色、白い色っていうのはこれもちょっと意味があって、もう人を招くんだけど、その囚われずに、虎なだけにね、純粋無垢な気持ちで何色にでも染まれますよっていう、もうピュアな心で人に向き合おうという意味が込められています。商品を狙ってるからね、そんな無垢な気持ちは作れないということなんでね、あのワッコの虎も絶賛販売中です。今ちょっとかなり皆様のおかげでね、あの発売日より前にだいぶお買い求めいただきましたので品薄でございます。あ、そうなんだ。そうなん、作んなっちゃなんない。そうなんです、これから作りまくりますけれどもね。はい、まあ、もしよろしければ何かしらの SNS にコメントいただければ、もう私あなたの幸せを願いつつ、本当にね、皆さんが幸せになることを願いながら作っている虎でございますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いします。まあでもお母さん入ってくるね。その次がね、虎、うでしょ、それもうさぎさんだもんね。いいよね、うさぎさんだったら可愛いじゃん。また来年の来年、あ、鬼が笑っちゃうね。うさぎもやるのね。うさぎ、じゃあうさぎもやります。うさぎね、もかっくんも手がプルプルしてくるんでね。はい、ということでね、かっくんね、はい、うち来ると大変でしょ。もうかっくんの喋る隙が、うん、いつもそうか。大丈夫です。大丈夫です言われた。ということで、すいません、お付き合いいただきまして、わっこのこのトラベースネギしょって幸せを運んでいる、運んでくるワコのトラね、ぜひよろしくお願いします。参加してください。参加してください、トラコン、ね、かっくん、はい、私たちってミュージシャン、うん、そうです、そう、はい、ミュージシャンなんだけど芸術家、うん、そうだね、総合表現者、うん、肩書きが格闘家じゃないのね。格闘、うん、格闘することもあるけど終わるか、うん、はい、じゃあ2人、はい、いつもありがとうございます。カンクポップ、あ、取れちゃった、ネギ着脱かです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。すっぴんポンポンポポポンポンポンポポポン、膨らむぞ膨らむぞ、もっともっと膨らむぞ、胸いっぱいに夢いっぱいに、ポンポンポポポン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 ポポポン、私の小さな胸破裂しちゃう。